皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の加藤です。本試験当日に選択式について話をさせていただきましたが、今回は卓一式について話をさせていただきます。で、まず卓あの、一式の問題ですけれども、問題 A 差し、このページ数が61ページというね、ことでした。 で、これあの、60ページを超えた場合、まあ60ページ以上の場合ですね。これ過去にもうほんと何回かしかないんですね。ですからもうかなりボリュームがあったということがね、えー、言えます。まあ、そのため多分問題を読むだけでもね、一苦労ということで、まあ、時間配分ね、えー、かなり苦労したという方ね、いたかと思います。はい。で、科目別に見ていきますけれども、 まず、労働基準法と労働安全衛生法ですけれども、まあ、労働基準法については、あの、いえね、こう、難しい問題もあったかと思うんですけれども、ある程度ね、こう、正解できるね、レベルだったと思います。まあ、それに対して、労働安全衛生法。まあ、こちらは、かなり難しかった。 あの、問い8はね、正解できるかもしれないかなっていうところはあるんですけども、まあ、問い9について言えば、ある意味ね、もうこれ捨て物のようなね、えー、ところでしたので、状況によってはね、全滅なんていうね、こともあり得たかもしれません。まあ、ただ、あの、労働基準法の特典状況とかを考えた場合、労働基準法であまり点取れないと、労働安全性法で、まあ、1問。 ね、えー、取っとかないと科目別の基準点これをね、えー、満たせないなんてねことも考えられますでその科目別の基準点ですけれどもあのー、まあ、労働基準法の方でねある程度得点できるだろうというところがありますのであの三、ー、点とかにね下がるってことはね、えー、ないかと思われます。 はい。で、その次に、労働者災害保障保険法ですけれども、まあ、労災保険法、あの、基本的な事項とか、過去問ですね、過去に取材されたあ論点、まあ。そういうところのね、取材が中心でしたので、まあ、全体として比較的優しいところがありますから、まあ、ある程度ね、えー、得点ね、できたかと思います。 で、聴収法について3問ですけれども、こちらもあの、基本的な内容からの出題ですので、まあ2点はね、あの、確実にね、まあ、取れるんではなかろうかというね、ところがあります。まあですからね、えー、ある程度、まあ7点とかね、それぐらいはね、この10問の中でね、正解したいところになります。 はい。で、その後、雇用保険法ですけれども、まあ、雇用保険法はね、こう、事例的なね、えー、もの、まあ、行政手引からね、出題とかね、よくありますけれども、まあ、そういうようなね、えー、出題があったり、まあ、ちょっと難しめのね、足があったりした。さらに、えー、まあ,あ、そういうようなものの影響で、答えをね、ちょっと絞り込みにくかったりというね、えー、ところがありました。えー、それと、個数問題ですよね。 正しいもの誤っているものがいくつかあるかっていう問題。これがね、2問あったんですね。まあ、そのため全体としてはちょっと難しいかなというね、えー、ところなんですけれども、ただ徴収法の3問、こちらが優しかったっていうところがありますから、そことね、合わせて考えた場合は、まあ、それなりのね、得点ができただろうというね、ことが考えられます。まあ、ですので、ね、科目別の基準点がね、こう下がるってことはね、ないかと思われます。 はい。で、その次に一般常識ですけれども、まず労働の方ですけれども、えー、問1と問2。まあ、これはね、統計とかからの出題ですから、もうできなくてもいた仕方ない。場合によってね、捨て物って考えてもね、いいところです。で、えー、残りのね、えー、3問。まあ、これ法令からの出題でしたが、ただね、いずれにしてもね、あのー、結構難しい内容でした。 まあですから、ね、正解できないっていうね、ところがね、えー、あったかもしれないんですけれども、まあ、これ科目別の基準点のことを考えると、まあ、少なくとも1点はね、確保しときたいところになります。 で、それに対して、あの、社会保険に関する一般常識ですけれども、えー、問い中は厚生労働白書ですが、それ以外について言えばね、えー、法令関係でね、まあ、それらについてはね、まあ4問正解できる可能性がありますし、えー、それとその、問い中の厚生労働白書ですけれども、この問題に関して言えば、あの、 フォーサイトのテキスト、社会保険に関する一般常識ありますけれども、それの付録という形で、あの、厚生労働白書のポイントっていうのがね、ありますけれども、そちら、 目を通していれば、あ正解ね、できたかもしれませんので、場合によってはね、5点、全部ね、正解できるなんていうこともあり得るかと思います。ですから、あの、社会保険の方で、ある程度ね、こう、得点できていれば、まあ、基準点はね、えー、クリアすることができるかなっていうね、ところはあります。まあ、ただ、全般的にこう、難しいというね、労働の方がね、かなり難しいっていうところがありましたので、受験者の状況ですよね。それによっては、もしかしたら基準点が下がるかもしれません。 はい。で、その後健康保険法ですけれども、あの、足単位で見ていった場合、あの、難しいものとか、もしかしたらこれ初めて見たなんていうね、ものがあったかもしれないんですけれども、あの、正解の足そのものはね、比較的選びやすいものが多かったので、かなりね、得点できるのではなかろうかと思います。ですので、この健康保険法は、まあ、できるだけ点を稼ぎたいというね、ところになります。 はい。で、その次に厚生年金保険法ですけれども、やはりこれもね、全体として基本的な内容が多いので、まあ、落ち着いてね、こう、問題にね、取り組めれば、まあ、それなりのね、かなりね、正解できたのではなかろうかっていうところはあるんですけれども、ただね、一つ一つのね、こう、足を見ていきますと、かなりね、問題文が長かったりっていうのがあります。で、問題文が長いと、ちょっと読み間違えたり、勘違いしたりというね、ミスをしてしまうなんていうことがありますので、まあ、そういうようなね、ミス、 さらに時間に追われるなんてこともありますので、そういうところからね、間違えてしまったっていう問題があるかと思います。まあ、とはいえね、まあ、それなりのね、得点、まあ、例えば6点、7点、そこれぐらいはね、確保できるかと思われます。はい。で、その後、国民年金法ですけれども、国民年金に関して言えば、 あね、過去の傾向とかから、こう、事例的な問題ですね。こう、具体的な問題。これがよく出ます。で、あのー、今年、えー、平成30年度においても、まあ、そのような問題がありました。まあ、ただね、あのー、それほど難しいものではなかったので、基本をね、しっかり理解していれば、まあ、正解できたかと思います。で、それ以外のね、問題についても、こう、極端に難しいというものはありませんでしたので、やはりこの国民年金法も、まあ、それなりにね、えー ができたかと思いますはい。ですので、まあ、社会保険関係はね、まあ、比較的得点が取れたかなというね、ところがありますので、まあ、トータルで考えた場合の基準点なんですが、まあ、内容的にそれほどね、レベルが高いわけではありませんので、昨年度に比べて上がるっていうね、可能性はあるんですが、ただね、最初にもね、言いましたように、こう、問題のボリュームですよね。このボリュームがあることによって、 で、そのね、時間に追われたりなんていうことでね、間違えてしまったりっていうことで、まあ、ボリュームがあるとどうしてもね、基準点を引き下げるっていうね、効果が出てくることがあります。さらに、個数問題ですよね。え、いくつ、正しいものがあるか、誤ったものがあるかっていう問題について、7問あったんですね。70問中の7問。もう、これかなりの量があったわけですね。で、この個数問題も、やはりね、難しいところがありますので、基準点を下げるっていうね、 力、作用がね、えー、あります。まあ、そのため、その辺の要素を考えると、まあ、前年度と同じか、もしくはちょっと低くなるとかね、まあ、そういうこともね、あの、考えられます。はい。えー、それではね、えー、卓越式の公表については、これで終わりにいたします。